Somebody's calling my name. Hush, hush. Somebody's calling my name. Oh, hush, hush. Somebody's calling my name.皆さんこんにちは、我が魂の賛美シーズン2をご覧いただきありがとうございます。今日は本当にパワフルでエネルギッシュな、ゴスペルシンガーをお迎えしています。小林貴子さんです。こんにちは。こんにちは。本当に、1曲目から、ソウルフルな歌声を、聞
かせていただきましたけれども、この1曲目はこれはゴスペルの、黒人霊歌の歌ということで、はい、はい、いつからそのゴスペルを歌うようになったんですか？ゴスペルそのものを歌うようになったのは16年ぐらい前に入っていた、クワイアがきっかけだったと思います。で、うんうん、その前というか自分で一人では歌っていて、そこにゴスペルっていうスピリットが入ってきたのは16年ぐらい前です。じゃあもうその前からずっと歌を歌っていて、はい、そしてクワイアに入って、はい、やっぱりそのゴスペルっていうその、まあ、クワイアに入った時っていうのは何か、うん、心震えるものとか、よくこう日本人の人がクワイアに入るとなんかこうやっぱゴスペルってすごい、実はそれがなくて、あ、それがなかったんです。逆にその、それがなかったからなぜないんだろうって自分ですごくこうなんていうのかな、うん、悩んだっていうか、発声法を知りたいっていう、そういうきっかけで行って、うん、ヘッドボイスを習得したいっていう、うんうん、でだからとっても冷静にこう、クワイアに入っていて、うんうん、でこうみんなが高揚しているのを何ていうんですか、客観的に見てしまっている自分が、なぜそこに自分もこう入れないんだろうっていうのをとってもすごく悩んだ時期がありましたね。なんか意外ですよね。かなり今はねこう本当に入り込んで歌っている印象があるんですけど、はい、そうなんですよ、その当時は。そうなんですよ、冷静にこうかなり葛藤しましたね。うん、何年も葛藤しました。そこでこうなんかそれが吹っ切れたというか、信仰を持ったそういうきっかけっていうのはあるんですか？降参した感じですね。あ、もう大学の時の、論文が、遠藤周作さんの沈黙を扱ったんですね。でそこからこう捉えられてはいたんですけど、はい、もう振り払ってずっと無視しよう無視しよう、もう大変な騒ぎですよ、後書きに私は絶対にクリスチャンにならないって書いたぐらい論文にですか？そう、論文の最後に書く必要ないのに書いたぐらい、なんていうんですかね、こう私の魂とは違うって思っていたものが、うんうん、やっぱりそこで出会ったことでずっとこう揺さぶられ続けて、うん、で、あ、このまま私は苦しむんだったら受け入れようって思ったんですよね、うんうん、でだから、受精した後もまだ葛藤してました、うん、ずっと。ただすり合ってきた時には、うん、今のような歌唱のスタイルになっていったんですよね。いやでもすごく励ましですね。こう結局ゴスペル歌ってても冷めているような人とか、うん、論文書いて絶対にクリスチャンになりませんっていう人がこの世に変わって、そうなんですよ、本当に神様のことを歌っているっていうのはやっぱ奇跡だなっていうか、もう本当にそう思いますし、あの時に、坂口安吾をやるか遠藤周作を学ぶかで迷ったあの時もまだこう鮮明に覚えてるんで、やっぱり今あるのは道だなと思います、うん、早速次の曲に移りたいんですけれども、はい、次はオリジナル曲で、はい、ミッドナイトクライ、はい、これはどういう思いで？そうですね、6年ぐらい前に、はい、とっても信頼していた方が亡くなって、うん、で道端に倒れて泣いたんですよ、私は。もう悲しくて、ね、で倒れてからずっともう倒れ続けて、何ヶ月か過ぎた頃に、空を見上げたらこう自分が泣いてるんですけれども、星が泣いてるようにその時に涙がこう滲んで見えて、うん、あ、なんか私だけが泣いてるんじゃなくて神様も一緒に泣いてるなってその時に思ったら、うん、口から出てきた。だから本当もらった曲で、はい、じゃあ2曲目のミッドナイトクライ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ミッドナイトクライ、ミッドナイトクライ。
Thank you.
がとうございました。ありがとうございます。本当に素晴らしい、曲で嬉しい、感動しました。次もオリジナルの曲ということで、はい、結構オリジナルの曲は書かれるんですか？そんなことないんです。降臨するまで待っているのでなかなか降臨しないんですけれども、いただいたものは自分が作ったんじゃないっていうふうに感じられるものだけ外に出してます。うんうん、訪れっていうタイトルで、はいはい、じゃあ、3曲目訪れどうぞお聴きください。ありふれた微笑みが幸せであるように、何気ない言葉に宿る溢れ出す涙に変えて、時に委ねる春の訪れ告げる風が吹く、注ぐ日の光がありのままであるように、手を伸ばせば届く誰かに、振り返る進めない暗闇は、歩み出す勇気に変わる、空を夜は静かに吹ける。
ありがとうございました。ありがとうございました。本当にこれもまた素敵なオリジナル曲で嬉しい。はい、今後の活動の、ビジョンとか目標とかそういうものはありますか？はい、今までずっとライブハウスなど、いろんなところで歌っていて、ジャズも、日本の歌も、何でも歌っているので、それはもうずっと一生続けたいことの一つね。はい、でそれとともに、クワイアの指導も一つしていて、あとはボイストレーニングが大好きで、はい、神好きなんですね。大好き大好きで神様にもらったこう体っていう楽器がどれだけすごいかっていうのはまだ私も全然分かってないから、それをもっともっと勉強したいし、勉強したものを自分にで止めるんじゃなくて、次の世代に絶対渡して、この世をかなり壮大なもう本当に、自分が得たものは全部次の世代に渡したいです。じゃあこの番組を見てる方でね、ぜひボイストレーニングを受けたいという方は、厳しいです、厳しいそうですけどぜひトライしてみてください、はい、あとは高子さんにとって賛美っていうのは、一言で言うのは難しいと思うんですけど、賛美か、賛美っては何ですか？賛美か、喜びですね。はあ、本当に素直に、はい、喜びっていうのが、そう思います、はあ、そうですね、本当に賛美は喜びだなっていうふうに思います、なんかね、すごく歌の中で喜びも悲しみも、いろんな感情をこう本当にまっすぐ神様にぶつけてる、そこが素晴らしいなと思って、なんかそれがまっすぐ本当賛美なのかなっていうふうに、ずっとそうありたいですね、ぜひこれからもいろんなところで、ありがとうございます、どんどん全国、ね、活動していってください。そうですね、はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。今日はゴスペルシンガーの小林貴子さんをお迎えしました。この番組では皆さんからの、リクエスト、また感想などを、受け付けております。ぜひ、CGN テレビのホームページをご覧ください。それではまた次週、我が魂の賛美シーズン2でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。To blue.